インフィニットララクシー。広大な宇宙の戦争を舞台にした基本プレイ無料ゲーム、スマホゲームだとは思えない圧倒的グラフィックで、裏切り、同盟、戦争、何でもありの世の中を生き抜いていくゲーム、毎日のように激戦が繰り広げられ、連盟が誕生しそして滅んでいく中、我々の手によって、一つの新陣営が設立されようとしていた。ということでこんにちは、宇宙戦争のプロフェッショナルの霊夢です。もうげんくそバカ女の隣にいるマリサだぜ。マリサの始まりの一言で私の心は削られた。視聴者さんのみんな、宇宙ライフ楽しんでる？だいぶ限られた層しか無理そう。かっこ地球での生活は宇宙ライフに含みます。抗議すぎるわ。ということで今回も前回同様、キャメルゲームズ社様の提供で、インフィニットララクシーをプレイしていきます。だけど今回はプレイ動画というよりも視聴者さんの力を借りに来たって感じかな。虫は鳴くけど、つまりどういうことだ。今世界少し緊迫してるじゃん。まあ確かにな。得意鉢の大脱走という社会のストレスから離れる一環として、その社会のストレスは聞いたことないんだけど本当に地球に住んでる？視聴者さん参加型企画として、このインフィニットララクシーにアイザック陣営を立ち上げちゃいます。みんなで軍事力をかき集めて宇宙の天下取りに行っちゃいましょう。つまりは視聴者さんと一緒に無料アプリゲームで戦争をしていくわけだな。そういうこと。このゲームの世界に我々アイザックの名を広げようと聖書にも書いてある。仮にそんな聖書があったら捨てた方がいい。そして自分の連盟の拡大や企画などを毎週動画にして投稿しようと思うよ。少なくとも1ヶ月は続けるので、ぜひぜひこの企画に参加して楽しんでいってください。ということで私の作った連盟がこちら。各宇宙基地が集合して成り立っている帝国連盟です。所属数1言わないで。みんなこの連盟に参加してきてね。と飛び入り参加する前に、連盟に入る方法は初心者にとっては少し複雑なので、しっかりやり方を確認してから参加してね。わからなかったら DM やコメントに書いてくれよな。まずこのゲームにはサーバーの概念が存在するよ。違うサーバー同士は一切のコンタクトができないぜ。つまりは同じサーバーに入ることが一緒に遊ぶことの必須条件だよ。本気で宇宙の制圧を目指したいので、動画編集時点で最も最新のサーバーに入ってるから、ゲームを新しく始めた段階で同じサーバーである可能性が高いけど、一応サーバーの移動方法を教えるね。私の陣営が存在するサーバーはここ。M1026 星雲ってやつだな。省略されて星雲26とも言われるよ。この3月15日朝6時に作られたサーバーにいるのだけど、左上のプロフィールをタップした際に、ここに書いてあるサーバーの名前が、さっきの M1026 星雲と違う場合、現状でサーバーを移動する方法は一つ、新しくアカウントをこのサーバーで立て直すことだよ。やり方は簡単。左上のプロフィールをタップ、そして上のタブの一番右にあるシステム設定を選択、ここ左下にあるアカウント管理を選択、そうするとこの画面に飛ぶよ。あとは新しくゲームを始めるという文字をタップするだけ。ここでサーバーを選択できるが、さっきも言った通り、3月15日朝6時に作られた星雲26に入ってくれよな。そこから連盟に入る方法は簡単で、連盟の参加の欄から帝国連盟または EUH と検索してくれれば出てくるよ。ちなみに EUH の意味はエンパイアユニオンヘッドクォーターです。霊夢ちゃんの賢すぎる一面が出てしまった。共感性羞恥心半端ないって。ここで少し問題なのが、連盟に入れる上限人数が大体40人であること。入りきらない可能性は十分にありえるな。このゲームには連盟同士のシステム同盟が可能なので、もし満杯になった際には新しい連盟を作っちゃって大丈夫です。ただ以下のような基準を設けたいと思うよ。連盟の名前は帝国連盟軍1から数字を繰り上げていく。3文字の英語名に関しては、連盟の本名が帝国連盟軍1の場合は EU1、 帝国連盟軍2の場合は EU2 といった感じで、 EU という名前は固定で、数字は連盟の名に合わせて変更してください。そしてここが肝心でもあるが、ディスコードにて連絡が取れる人が立ち上げてほしいぜ。チャンネルの概要欄とコメント欄にディスコードの URL は貼っておきます。毎日ログインする必要や、すぐに連絡が取れる人、ガリガリゲームをやることなどといった制限は一切ありません。ただディスコードにて丁寧な言葉、主に敬語で連絡が取れる方であれば、連盟本部が満員の場合、どうぞ新しい連盟を作ってください。お待ちしております。ちなみに連盟参加者はリーダーでなくてもディスコードに参加できるようにしておきますので、気が向いたらどうぞ参加してください。もちろん参加しなくても全く問題ないぜ。最後に私たちのギルドの位置はここ。序盤の研究ですぐにテレポートが可能になるので、この構成形にどんどん引っ越してください。やり方は簡単。行きたい場所をタップしてテレポートを押すだけ。ちなみに連盟のリーダーがいる構成形は、連盟テレポートっていう方法も可能です。どちらでもいいので近くに来てね。最悪来れなくても後々に何とでもなるので安心してください。ということで解説はこんな感じかな。ゲームシステムなどを知りたい場合はウィキ、また箱のチャンネルの前回の動画を見てね。さりげなく誘導すな。気軽に陣営を拡大させていきますので、のんびりと楽しくプレイしましょう。ただ参加者は動画に映る可能性が高いこともご了承ください。それではこの無料アプリゲームインフィニットララクシーで待っているので、この春我々アイザック陣営で大暴れしましょう。ゲームの参加を待ちしております。それでは今回はここまで。帝国連盟万歳。